こんにちは、リリナナです、今日は引き上げ模様のバッグを編んでみました。で、糸を2本取りで編んでいるので結構しっかりしたものになっています。で、持ち手の部分もちょっとベルト風にしてみました。もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はダイソーさんのメランジテイスト、カラーナンバー185番ペールグレーを使用していきます。こちらはアクリルが 100%、 約 50g、 約 90m、 使用かぎ針が7号から8号、長編みの標準ゲージが13目7段となっています。で、メランジテイストを2本取りで編んでいきます。かぎ針は9号針の 5.5 ミリを使用していきます。で、それでは編み始めます。糸2本取りで編んでいきます。2本引き揃えて、で、指2本分に2回巻きつけます。指から外して輪の中に針を入れて糸を持ってきます。で、一度引き締めます。輪の中に長編みを12目編んでいきます。一番最初は鎖編みを3目。1、2、3、鎖3目を長編み1目とします。なのであと11目長編みを編みます。引っ掛けて輪の中に針を入れて糸を持ってきます。左から2本ずつ引き抜きます。これで長編みが2目編めたことになります。あと10目編んでいきます。3、4、5、はい、長編みを編んできました。鎖3目と長編み11目、合計長編みを12目編んだことになります。で、そしたら輪を引き締めます。ちょっと寄せてあげて、糸端と同じところから出ている糸を引っ張ります。で、糸端を引っ張ります。針を戻して、糸が動く方が針の前に来るように針を戻します。で、そしたら鎖編み1、2、3目目一番最初の長編みの頭の右隣、この目に針を入れて糸を持ってきて、このまま引き抜きます。これで1段目が編めました。で、次は2段目。2段目は1つの目に長編みで、長編みの表引き上げ編みというのを繰り返していきます。まずは長編みなので鎖を3目、で、引き抜いた目下の段の立ち上がりの鎖3目に長編みの表引き上げ編みをします。引っ掛けて、表引き上げ編みなので前から足に針を入れます。波縫いのようなイメージ で、後ろはこんな感じですね。このまま糸を引っ掛けて糸を引き出します。で、左から2本ずつ。これで長編みと長編みの表引き上げ編みを1目に編んだことになります。で、次の目、次の長編みの頭には、まずは長編みを1目。同じ目の足に長編みの表引き上げ編みを編みます。引っ掛けて、今入れた目と同じ目の足ですね、右から入れて左に出します。糸を引っ掛けて左から2本ずつ。で、これを繰り返していきます。頭に長編み、同じ目の足に長編みの表引き上げ編み、引っ掛けて頭に長編み、
足に長編みの表引き上げ編みと最後まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。残り一目になっています。ここにも忘れずに頭に長編み、足に長編みの表引き上げ編みで、そしたら一番最初の長編みの頭ですね。長編みは鎖3目で立ち上がったところが長編みになります。わからない方は長編みの表引き上げ編みの頭のすぐ右隣の目、ここに針を入れてあげてこのまま引き抜いてあげます。これで2段目が編めました。次は3段目。3段目は増し目、長編みの表引き上げ編みというのを繰り返していきます。まずは鎖を3目で立ち上がります。で、これを長編み1目とします。引き抜いた目と同じ目に長編みを編みます。下の段の鎖3目で立ち上がった3目目に針を入れます。で、長編みで、下の段の表引き上げ編みを編んだところには表引き上げ編みを編みます。で、次は長編みの頭に長編みを2目、1つの目に編みます。増やしてあげます。で、次の目は表引き上げ編みなので表引き上げ編みで、これを1セットとして繰り返します。頭に長編みを2目、次は長編みの表引き上げ編み、長編みを2目、次は表引き上げ編みと最後まで編んでいきます。はい、端の方まで編んできました。一番最後も長編みを2目、1つの目に入れます。で、最後は表引き上げ編みなので長編みの表引き上げ編み、表引き上げ編みをするときはしっかり足を伸ばしてあげます。そうしないとどんどんくるーっとなってしまうので、その後に増減なしで編む段がどんどん出てくるのでそんなに気にはならないかなと思うんですけども、ちょっと伸ばし気味で編んであげてください。で、そしたら一番最初の鎖3目で立ち上がった3目目に引き抜きます。これで3段目が編めました。で、次は4段目。4段目は長編み、増し目、表引き上げ編みというのを繰り返していきます。まずは鎖3目で立ち上がります。これを長編み1目とします。次の目が長編みになっているのでここで増やしていきます。長編みを1つの目に2目、頭に針を入れて長編みを編みます。で、次は表引き上げ編みを1目かけて、次の目がずっと表引き上げ編みになっているのでここには表引き上げ編みで、次は頭に長編みを1目、次の目には長編みを2目、1つの目に編みます。次は長編みの表引き上げ編みで、これを繰り返していきます。次の目の長編みが表引き上げ編みでこう隠れているかもしれないのでしっかり頭を出してあげて長編みを編んであげます。長編みで、次は長編みを2目、次は表引き上げ編み、これを最後まで編んでいきます。はい、端まで編んできました。長編み、増し目で表引き上げ編みで終わっています。立ち上がりの鎖3目目に針を入れてこのまま引き抜きます。これで4段目が編めました。で、次は5段目。5
5段目は増し目、長編み、長編み、表引き上げ編みというのを繰り返していきます。まずは鎖3目で立ち上がって同じ目に長編みを1目編みます。下の段鎖3目の3目目ですね。で次は一つずつ長編みを編みます。頭に長編み、で次の目にも長編み、次は表引き上げ編みを編みます。足に針を入れて表引き上げ編み、で次は頭に長編みを2目、次は長編みを1目ずつ、長編み、長編み、で次は表引き上げ編み、これを繰り返していきます。長編み2目、長編み、長編みで表引き上げ編みと最後まで編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。長編みの増し目で長編み、長編み、表引き上げ編みと編んでいます。一番最初の鎖3目目に針を入れて引き抜きます。でこれで5段目が編めました。だいたい5段目まで編んで16センチぐらいになっています。では次は6段目から側面を編んでいきます。まずは鎖3目で立ち上がります。これを長編み1目とします。で次の2目で交差編みをしていきます。長編みの表引き上げ編みの交差編み、引っ掛けて1目飛ばして次の目の足に針を入れて表引き上げ編みをします。で次は前に戻ります。引っ掛けて前に戻って足に長編みの表引き上げ編み、で次は次の長編みの頭に長編み、で次は下の段の長編みの表引き上げ編みに長編みの表引き上げ編み、でこれを繰り返します。引っ掛けて次の目には長編み、次の2目で長編みの表引き上げ編みの交差編みを編んでいきます。引っ掛けて1目飛ばして足に針を入れてちょっと伸ばしてあげて長編みの表引き上げ編み、引っ掛けて前に戻ります。足に針を入れてちょっと伸ばしてあげて長編みの表引き上げ編みで交差編みを編みました。次の長編みの頭に長編みを1目で、次は表引き上げ編み、これを1周編んでいきます。はい、端まで編んできました。長編みで長編みの表引き上げ編みの交差編み、長編みで表引き上げ編みと編んでいます。鎖3目で立ち上がった3目目に針を入れて引き抜きます。これで6段目が編めました。次は7段目、まずは鎖3目で立ち上がります。でそしたら交差編みを編んだところに長編みの表引き上げ編みを2目編んでいきます。引っ掛けて次の目が後ろに足が隠れているのでちょっと出してあげて、で足に針を入れます。で長編みの表引き上げ編み、次の目は前にあるので針が入れやすいと思います。ここに長編みの表引き上げ編み、
で次は長編みの頭に長編みを編みます。隠れているかもしれないので出してあげて頭に長編み、で次は表引き上げ編みを編みます。でこれを繰り返します。引っ掛けて、まずは長編み、で次は下の段交差編みに長編みの表引き上げ編みを編んでいきます。まずは後ろに隠れている目から長編みの表引き上げ編み、で次前にある目に長編みの表引き上げ編み、で次は長編みの頭に長編み、次は表引き上げ編みのところには表引き上げ編み、でこれを繰り返します。長編み、表引き上げ編み、表引き上げ編み、長編み、表引き上げ編みと最後まで編んでいきます。はい、端まで編んできました。長編みで表引き上げ編み、表引き上げ編み、長編み、表引き上げ編みと編んでいます。一番最初の鎖3目の3目目に針を入れて引き抜きます。これで7段目が編めました。で8段目からは6段目7段目を繰り返していきます。次は6段目と同じなので鎖3目で立ち上がって、まずは鎖3目を長編み1目とします。で次の2目で交差編みをします。引っ掛けて1目飛ばして長編みの表引き上げ編み、引っ掛けて前に戻って表引き上げ編み、で次は頭に長編み、で表引き上げ編み、でこれを繰り返します。長編み、一目飛ばして表引き上げ編み、かけて前に戻って表引き上げ編み、で長編み、で表引き上げ編み、で次の段では鎖3目で立ち上がって長編みの表引き上げ編み、表引き上げ編み、長編み、表引き上げ編み、でまた長編み、表引き上げ編みを2目、長編み、表引き上げ編みと編みます。交差編みを編んでいる後ろの目がちょっと編みづらいと思うのでしっかり出してあげて表引き上げ編みをしてみてください。では6段目7段目を繰り返しながらしばらく編んでいきます。はい、17段まで編んできました。17段まで編んでだいたい高さ16センチぐらい編んでいます。では次は18段目。18段目は1周長々編みを編んでいきます。まずは鎖4目で立ち上がります。1、2、3、4、鎖4目を長々編み1目とします。でそしたら2回巻きつけて1目ずつ長々編みを編みます。左から2本ずつ取っていきます。2回巻きつけて左から2本ずつ、でこれを最後まで編んでいきます。はい、1周長々編みを編んできました。でそしたら一番最初の鎖4目で立ち上がった4目目、ここに針を入れて引き抜きます。でそしたらこれで終わりにしようと思うので糸処理できる分残してカットします。でこのまま糸を抜いて
で、糸処理をしておきます。他の部分も残っているところは糸処理をしておきます。はい、糸処理をしてきました。で、そしたら持ち手を編んでいきます。まあ、持ち手はどんな感じでも大丈夫なのでお好きなものを編んでみてください。ではまずは作り目をしていきます。一度引き締めて、ここから鎖編みを4目編んでいきます。1、2、3、4。で、これで持ち手の作り目が編めました。で、次は鎖一つで立ち上がって、ひっくり返して、上から数えて2目目の裏山から、細編みの2目一度を編んでいきます。裏山に針を入れて糸を持ってきます。このまま左隣の裏山に針を入れて、糸を持ってきます。3本一気に引き抜きます。で、最初の目が結構わかりづらいので、心配な方はマーカーをつけておいてください。で、このまま鎖編みを2目編みます。1、2。2目編んだら、残りの2目に細編み2目一度編んでいきます。糸を持ってきて、このまま隣の目。一番最後の目に針を入れて糸を持ってきます。で、3本一気に引き抜きます。これで1段目が編めました。で、次は2段目、鎖1目で立ち上がって編み地をひっくり返します。まずは一番最初の2目一度の頭に針を入れて糸を持ってきます。で、次は真ん中に穴が開いているんですけども、鎖2目編んだところになります。ここに針を入れて糸を持ってきます。3本一気に引き抜きます。で、そしたら鎖を2目。で、次は同じ目ですね。真ん中の穴が開いているところに針を入れて糸を持ってきます。で、一番最後の2目一度の頭。ここが結構わかりづらいので気をつけて針を入れてみてください。ここに針を入れて糸を持ってきて3本引き抜きます。で、これで2段目が編めました。次から2段目の繰り返しになります。鎖1目で立ち上がって編み地をひっくり返します。一番最初の2目一度の頭に針を入れて糸を持ってきます。真ん中の鎖2目を編んだところに針を入れて糸を持ってきます。3本引き抜きます。で、鎖を2目で真ん中で一番端の2目一度の頭で2目一度をします。で、鎖一つで立ち上がって繰り返します。右と左に2目一度、真ん中には鎖2目という感じでどんどん編んでいきます。で、今回は段数というよりも長さで編んでいきたいと思います。長さはご自由なのでお好きな長さ編んでみてください。では、上に書いてある長さになるまで編んでいきます。はい、持ち手を編んできました。だいたい88センチぐらい編んでいます。これはお好みの長さ編んでみてください。多少編み地なので伸びてしまうんですけども、もし伸びが気になるなという方は、編んだものではなく、こうバックテープとかでもいいかなと思います。バックの持ち手みたいなものがあると思うので、そういうものを使っていただいても大丈夫です。では、最後縫い付けていきたいので、ちょっと長めに残して、で、カットをします。で、そしたら最後に編んだ輪の中に糸端を入れて留めておきます。では、バッグにつけていきます。では、バッグにマーカーをつけていきます。紐を通すところを決めるんですけども、どこから数えてもいいんですけど、私は立ち上がりのところ、ここから数えて、まずは10目数えます。
立ち上がりを混ぜて2、4、6、矢の音10目、10本のところですね。ここが10目で、そしたらこの間にマーカーをつけます。で、そしたらこの間、ここを10目数えます。マーカーの隣から2、4、6、矢の音10目のところにマーカーをつけます。マーカーからマーカー、長々編みが10本入っています。で、そしたらマーカーの隣から数えて20目のところにマーカーをつけます。マーカーの隣から2、4、6、矢の音2、4、6、矢の20のところにマーカーをつけておきます。で、そしたらマーカーの隣から10目数えていきます。マーカーの隣から2、4、6、矢の音10目のところにマーカーをつけます。で、残りここが立ち上がりになっているので、立ち上がりの隣、ここからここまで、マーカーの隣から立ち上がりの隣までですね、10目あると思います。2、4、6、矢の音なので、マーカーとマーカーの間が10目で、こっちが20目になっています。では次は持ち手をつけていきます。持ち手をつけるところが、この10目あります。ここの真ん中が立ち上がり。この間が10目になっていますね。で、このマーカーをつけたところ、ここに前から持ち手を入れます。で、そしたら4目数えます。2、4、4目数えたら、4目の隣から後ろから持ち手を出します。で、また同じように4目、2、4で、今度は前から入れます。で、今度は2、4、4目後ろから入れます。で、今度は2、4目のところに前から後ろに、で、マーカーのところですね、4目のところから後ろから前に出します。これで半分通りました。で、そしたらまた10目飛ばして、マーカーのところから前から入れます。で、4目ずつまた飛ばしながら通していきます。2、4、後ろから前、2、4、前から後ろ、で、2、4、立ち上がりも1目と数えるので、立ち上がりも混ぜて4目、後ろから前、で、2、4、前から後ろ、で、最後2、4、マーカーのところですね、後ろから前、
で、これで通ってきたので、ここをつなげていきます。ねじれていないか確認をして、で、一目ずつかがっていきます。鎖4目で作り目をしているので、こっちも2目一度、鎖2目、2目一度ってなっているので4目あると思います。まあ大体で大丈夫なんですけども、で持ち手になるのでしっかりかがってあげます。で、かがったら糸処理をして、で、作り目の糸端も糸処理をしておきます。はい、糸処理をしたらマーカーを取っておきます。で、そしたらつなげたところがここになるので、これが裏に来た方がいいかなと思います。表に響かないような感じで後ろに隠してしまいます。で、持ち手も前はついてるんですけど、こっちにはないので、こうバランスを見ながら持ち手を引き出してあげます。で、このままだったら荷物を入れた時に巾着風に持てるかなと思うんですけども、こう巾着っぽく持ちたくないなっていう方は、横の部分、ここを縫い付けてしまうといいと思います。止めちゃって、ここと、あとはこっちですね。心配な方は、この間とかも少し止めておくと、こう、キュッとならなくて済むと思うので、こんな感じで、お好みに応じて使ってみてください。はい、こんな感じでできました。だいたいサイズが横が25センチぐらい、高さが19センチぐらい、ペタッとした状態だと、だいたい24センチぐらい、底の部分はだいたい16センチぐらい、持ち手の太さが3センチぐらいで、で、この状態だと、だいたい10センチぐらいの長さになっています。結構伸びたりするので、あとはここがギュッと絞れるので、長さは変わってきます。で、模様はこんな感じになっています。ちょっと細めの縄編みのような感じにしてみました。で、持ち手の部分はちょっとベルトのような感じでつけています。中はこんな感じですね。で、やっぱり毛糸で作ったバッグなので、伸びとか、あとは長編みで編んでいるので多少穴とかも気になるかなと思います。もし気になる方は内布をつけたり、あとは巾着を入れたりとか、持ち手の部分編んだものではなく、バッグの持ち手みたいなテープみたいなものをつけてあげるといいかなと思います。では今回はベルトのような持ち手をつけた引き上げ模様のバッグを編んでみました。
何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。